体的にヒロシの体が最優先と思う。うわ、ヒロシ。おい、おい、ヒロシ。おい、おい、おい。おい、おい、おい、おい。病室でなんか倒れとんかと思ったらここでよかった。どない？まあ、別に体はあれやけど、自分の内側でなんか怒ってんことって感じやから。確かに前もそうやったけど顔黄色いな、うん、肝臓が悪い。肝臓が悪い。おめでとう。塩がおめでとう。塩金ですね。金金って感じがする。なんか残さんと食べてな。残さんと食べるよ。ほんまに1個は大体350分。お、動かします。はい、なんとかなんとか今日この日を迎えることができ、俺は胸部いっぱいで爆発しそうです。瞳は月の光に焼けて、ビー玉みたいだね、だね。だから水が降ってくれば雨と別れよりか。思いついたもん勝ちって感じ。そうですね。この場所はね。Thank you.
郎さん、おすすめは何でしょうか。今は中華おこわができました。はい、ちょっと飯食わしてあげて。いただきます。香りがね、すごいね。あいただきます。どうぞ。全国客さん、中華おこわ。元気？元気です。今日名古屋から来たんです。名古屋から、ね、行きたいと思っててっていうのを言ってくれたから、あぜひ来てほしくて。
どうした？なんか食中毒に近い症状の人が出てて、俺らの出店さんじゃない店舗のキノコおにぎり食べた後にそういう症状になってる人がっていう症状がいっぱい受けてるから。そうじゃない可能性が高いけどと思ってるけど、ああいう言い方しか今できないのがすっごい心苦しい。まあ、いろんなフードの人に参加してもらって早く弁明したい。はっきりして、俺らは保健所の、でおにぎりは食中毒が起きやすいから、それ作んなかったし、案には出たけど、今はもうそういう言い方にしかならないから、悔しいな。おはよう。来てくれてありがとう。全館さん頑張りたい。いや、一個抜けてるからな。取り戻すのは無理やけど。いる限り、ゆきさん、おめでとう。おめでとう。誕生日おめでとう。誕生日おめでとう。これ、これ、これ。ケーキ作ってくれる。健康ケーキ。おめでとう。ありがとうございます。ヨナさんじゃダメだよ、これ。